ちらは東中野の駅の、西口です。新宿から来ると、電車の先頭に乗ると2両目あたりに、エレベーターがあります。西口の方が大きな改札です。こちらに化粧室もあります。そして改札に出てきますと、そのまままっすぐ歩いてください。こちらタクシーのロータリーがあります。この時に右に曲がらず左に行ってください。ここからだいたい8分から9分です。まずこちらの信号なんですけれども、梅若農学学園会館は道の右側にあるので、ここで信号を渡った方が、そのまま道沿いで渡れるので便利だと思いますが、太陽の光線により、例えば道の左側をずっと渡ると太陽を浴びちゃうという方はまずにここで渡った方がいいですし、こちら側の方を渡った方が影になっているときはこちらを渡りますが、こちらは信号ここを越えた後2つあります。なので2つは越えないように、必ずここから通る道だと、ここから2つ目のところで信号を必ず渡ってください。では私は、今日はこちらファミリーバンドの方渡ったところからご案内いたします。ありがとうございました。渡りますと、このファミリーマートと次に、セブンイレブンがありますが、何かお水を買う時など、ここが次のセブンイレブンがいいです。ここを左に曲がります。今こちらの店は閉まっていますが、羊の肉を専門にしたレストランでとても有名です。道の今右側を渡っていますが、左側から渡っている人はまずとりあえずはまずここで渡っても大丈夫です。ただ日が太陽が当たるという人はもう一つ次の信号で渡ることもできます。
ここのセブンイレブンがなんかいろいろ買う時の最後のコンビニエンスなので、何か買った方がいいかもしれません。もちろん、梅若の音楽学院の楽屋口前に自動販売機もあります。うちの向こう側を渡っている人は、あちら側には、ファミリーマートがあります。向こうを渡っている方にとっては最後のコンビニエンスストアです。さあ、もうすぐ駅を出て左に向かって、初めの信号を渡らないで来た方、道の左側を渡っている方にとっては、今ちらっと見えていますが、今赤に見えている信号、あれが渡る最後の横断歩道になりますので、でありますが1時間に1本です。この信号ですね。この信号が左側から来た方には最後の信号になるので、ここで必ず渡ってください。さあ、ここからあと少しですが、駅からもう7分30秒経ってますので、ちょっと8分よりは長いと思います。私もなるべく早めに歩いてしまっているので、ゆっくり来る方はやはり10分ぐらい見た方が良いのかもしれません。さあ、ちょっと空見上げますと、ライオンという看板が見えてきました。ここあの近くです。そしてこのここから見て、ちょっとあの大きな道路が見えてきました。あれが宮下交差点といって、大久保通りと山手通りが交差しているところです。宮下交差点は通り過ぎないようにしてください。その手前です。あまり目印がないので、ただひたすら歩くんですが、さあ、このライオンという看板、そして、行列のできるレストラン、メキシコ料理&ウエスタンステーキって書いてるんですけども、まあ、ステーキ屋さんです。ゼロにもと言います。こう予約した方が座れるみたいです。とっても人気です。さあ、その横に佐川急便のお荷物受け渡し所があります。そしてカメラ在宅で、それをすぐ過ぎると、はい、見えました、梅若会、梅若の音楽学院会館。さあ、ここを中に入っていきます。コインパーキングの中に入っていきます。すると正面に民家が見えます。さあ、なかなか能楽堂が見えてこないんですけども、この民家を右にこう行きますと、あ、見えてきました。ここが能楽堂です。今ちょっと暗いんですけども、
ここが通常の能楽堂の公園の入り口になります。ここですね。そしてお稽古や例えばレクチャーなどはここをちょっと通り過ぎて正面にあの伊藤園の自動販売機が見えるんですけども、そこが楽屋口となります。さあここ階段ですけども、これは登らないように、さこの楽屋口、楽屋口を登ってここに入ってきてください。さあ引くんですね。でここで靴を脱いで、あの靴箱に入れてください。そしてここを登って、2階に行きます。これが楽屋の教室です。登ってこちら側が2階の教室、お手洗い、こちらがしていかった、こちらが装束の間と言われる部屋です。